スプラトゥーンは、任天堂より2015年5月28日発売の Wii U 専用のアクションシューティングゲーム、対戦アクションゲーム。インクを打ち合うアクションシューティングゲーム。主人公は、人の姿に変身できる、インクリングという名前のイカ。タイトルは、スプラットを合わせた造語。本作は2015年6月24日に、世界累計売り上げ100万本を、 9月末には242万本を記録。また、日本国内では2015年12月に100万本を超え、これは当時の国内 Wii U ユーザーの約2.5人に1人が本作を購入している計算になり、この販売数は新規 IP としては異例である。また2015年11月12日に発売した Wii U Splatoon セットも約1ヶ月半で完売となり、 任天堂社長の君島徹己もゲームハードもと買ってもいいと多くの方に思っていただけるソフトと評している。また、ツイッターやニコニコ動画、YouTube には多くのイラストやプレイ動画、サウンドの投稿が行われているなど、ウェブ上でも盛り上がりを見せている。本作は発売から2016年の夏までにかけて無料アップデートが実施され、新しいステージ、武器、ルール、 ゲームモードなどが随時追加された。ローディービー表示される漢字フォントには、フォントワークスのローディービーが使用されている。続編、スプラトゥーン2が2017年7月21日に、ニンテンドースイッチで発売された。本作は三人称視点のシューティングゲームで、プレイヤーキャラである、インクリングを操作し、武器を用いて、地面を塗ったり敵を倒して戦う。インクを塗って、 自陣を増やすための装備。メインウェポン、サブウェポン、スペシャルウェポンの3種類の組み合わせからなり、組み合わせはメインウェポンごとにあらかじめ決まっている。武器は、ハイカラシティの武器屋で購入することができる。またヒーローモードで、設計図を手に入れることで新しく武器屋で購入することができるものもある。頭、服、靴の服装をギアと呼び、 ハイカラシティの店で購入することができる。ファッション性重視で選ぶのも楽しみ方の一つ。4対4に分かれて争うインターネット対戦。制限時間は3分間で床により多くインクを塗ったチームの勝ち。世界中のプレイヤーとマッチングされる。また、フレンドと一緒に参加することもできる。バトルすることで得られるランクという指標があり。 ランクが10になると勝ちマッチに参加できるようになる。勝ちマッチでは特定のエリアを塗り合う、勝ちエリアなど、レギュラーマッチとは異なる、様々なルールで争う。ランクとは別に勝敗により上下する、腕前という指標があり、勝ちマッチでは、腕前の近いプレイヤー同士がマッチングされる。ルールはアップデートで順次追加されていた。ガチマッチが解禁されるには、 ランク10以上のガチ人口が一定以上に達する必要があり、2015年6月2日に解禁された。Wii U 本体に登録されたフレンドと2から4人のタッグを組み、ガチマッチに参加するモード。Wii U 本体に登録されたフレンドと自由にルールステージチーム分けを決めてインターネット対戦ができるモード。レギュラーマッチやガチマッチとは異なり、勝敗によるランクや、 腕前の変動はない。オフラインの一人用モード。イカスツリー脇のマンホールが舞台となる、タコツボバレーへの入り口となっている。かつての大縄張りバトルの英雄、当たり目司令の指揮の下、ヒーロースーツを身にまとい、オクタリアンというタコ軍団を相手に、電池ナマズを取り返すというストーリー。対戦のテクニックもある、程度身につくようになっており、インターネット対戦で使える武器の設計図。 裏設定の断片が記されたミステリーファイルが手に入る。また、ヒーローモードの音楽はテクノのような曲調になっており、機械的な雰囲気になっている。これは賑やかな縄張りバトルとの差別化で、設定上は DJ、タコワザが統率を取るため作曲、放送しているものである。オフラインで風船を割った数を競う1対1の対戦モード。一人はテレビ画面。 もう一人は Wii U ゲームパッドの画面を見ながら画面分割することなくプレイできる。またステージは縄張りバトルと共通なのでウォーミングアップにも適している。イカ、ガール、ボーイのアミーボを Wii U ゲームパッドにタッチするとチャレンジというお題が始まる。クリアすると特別なデザインの武器やギアが手に入る。アオり、ホタルのアミーボの場合は広場がフェスの状態になり、 シオカラーズが曲のリクエストに応え、ライブをする。また、アオリ、ホタルの発売とともに、色違いのイカ、ガール、ボーイが発売された。かつて行われた期間限定のイベント。お題に沿って2つのチームに分かれ、縄張りバトルで勝敗を決する。フェス開催中は、レギュラーマッチとガチマッチは休止され、フェスマッチが行われる。縄張りバトルの勝敗によって、 フェスランクが変動し、フェス終了時にランクに応じたスーパーサザエが手に入る。また、フェスマッチ中は、ハイカラシティやステージも夜景になる。お題は地域によって異なり、例として、第1回目のお題は日本は、ご飯 VS パン、米国は、猫 VS 犬、欧州は、ロック VS ポップとなっている。BGM については、前半2分が、塩カラーズの、黄色に染めて、 後半のりリップンが今ぬらねばーが流れる。ラストフェスの48時間中最後の12時間については黄色に染めてが塩辛節に変わった。フェスの参加人数は第1回以降一貫して増加しており、日本国内で2016年1月に行われた第10回目のフェスは約69万人が参加した。ゲーム内の設定では、 フェスのお題は現代での言い,い争いが惑星を経て、12000年後のシオカラーズのもとにファックスで届いている。ファックスで届くゆえに、お告げは神様と呼ばれている。フェスでは、調子メーターがフェスポイントになり、初期値は腕前により設定され、勝ち負けによりポイントが変動する。フェス終了後、フェスポイントの多かったトップ100が公式サイトに100として発表される。 また、最後のフェスのお題は、煽りリ対ホタルである。最後のフェス終了後、スーパーサザエは、一定回数バトルで勝利した後ジャッジ君に、話しかけるともらえるように修正された。各フェスの結果については、以下の通り、太字は勝者。最終通算成績は煽り発祥、ホタル発祥。ゲームを始めると、チュートリアルを経て、主人公は、ハイカラシティに降り立つ。 多くのイカが生息する街で、中心には広場がある。ハイカラシティは、東京、渋谷のような大都会で、若いイカラの憧れの街。インクリングたちは14歳頃になったら、ハイカラシティで縄張りバトルをするのがステータスとなっている。また、設定上ゲーム内の世界は、現代から12000年後の世界となっている。ハイカラシティ内での攻撃。 武器使用は禁じられており、所々に標識が立っている。インクタンクもこのためなく、インクでの攻撃は仮想的な場所に限られていると考えられる。広場にあるショッピングビル。武器屋以外は毎日商品が入れ替わる。イカリングはかつてニンテンドーから運営されていたスプラトゥーンのフレンド交流サイト、ニンテンドーネットワーク ID でログインすることで、 フレンドのオンライン状況が確認できるほか、ステージ情報を確認でき、3つ先のステージまで確認が可能だった。ランキングで競い合ったり、バトルの予定を知らせることもでき、また、ツイッターとの連携も備えていた。2017年9月30日をもって、サービスを終了した。スプラトゥーンのオリジナルサウンドトラック。楽曲だけでなく掛け声や効果音も収録し、加えて、 E32014 バージョンのスプラタックや塩カラブシの原曲も収録される。ブックレットには開発スタッフのコメントや塩カラーズの楽曲の歌詞を掲載。収録曲塩カラーズのライブアルバム。前述の東会議2016やニコニコ長会議2016で開催された塩カライブの音源や塩カラーズの新曲ときめきボムラッシュ及びスミソアへの夜の音源。 塩カラーズのボイスなどが収録される。収録曲、月刊コロコロコミック2015年6月号、12月号に読み切りが掲載された後、別冊コロコロコミック2016年4月号より連載が開始された。その後、2017年6月号から、月刊コロコロコミックに掲載紙を再度移動して連載されている。作者は、日の出や三吉。 ハイカラシティを舞台に、主人公のゴーグル君率いるブルージームたちが、ギャグバトル満載で繰り広げる。単行本3巻収録話からスプラトゥーンに,に沿った内容も含まれ、ハイカラスクエアに舞台を移動している。ウェブ漫画配信サイト、コミッククリアで2016年1月8日から2017年3月10日まで、連載。高橋希野による、このほのイカ4、コマと、 スプラトゥーンを実際にプレイしている作家によるプレイ漫画を交互に掲載した。フルカラー。なお、本連載以前より、この本の以下四コマは、週刊ファミ通内のゲーム紹介記事にも掲載されていた。単行本は二千十七年六月十五日に、角川より発売。参加作家、別冊コロコロコミック二千十七年四月号より、連載。作者は、後藤秀樹。 単行本2017年12月27日発売 ISBN978 から4から09から142604から82018年11月28日発売 ISBN978 から4から09から142810から3 w i i u の立ち上げに関わったメンバーが集まり新しい構造の遊びのゲームを作ろうということで プロジェクトはスタート。70ものアイデアが出し合われ、その中から本作の元となるインクを打ち合うゲームが選ばれた。インクを打ち合うゲームは、プログラムを担当した佐藤慎太郎が、モデルに影のテクスチャを貼り付ける技術を応用し、テクスチャを着色して、インクにするという発想から生まれたものである。ファーストパーソンシューティングゲームが好きな佐藤は、FPS で重要な敵と味方の戦う。 前線がインクを塗り合うことで分かりやすくなるという意図からたまにインクを採用した。また、本作はあくまでインクを塗るという技術を応用した結果であり、日本国外の FPS で多い十、地、死のゲームへの対抗策ではないと平林久和は分析している。試作品の時点でキャラクターは豆腐だったが、当初は縄張り意識が高いという性質からうさぎを、 モチーフとしたキャラクターを使う予定で、プレイヤーが大ジャンプをする、スーパージャンプもウサギがキャラクターだったゆえに制作した、技能である。また、開発初期の段階における、プレイヤーキャラクターは白や黒を中心とした、カラーリングだったため、カラフルなインクに満たされたステージにおいては、見栄えが良いという利点もあった。だが、プロトタイプをプをプレイした社員の、面白いが、なぜウサギにした という疑問に対して明確な回答を出せなかったことに違和感を感じた開発チームはプレイヤーキャラクターの案を見直すことにした。多くのキャラクター案が出る中、開発チームはインクの中を高速で移動する行為をインクの中を泳ぐ行為に置き換えたところ、イカがふさわしいということに気づいた。また、インクを打つという行為はイカの墨を吐く習性に結びつけることができるため、結果的に インクを履くことが納得いくモチーフとしてイカが採用された。任天堂が過去に開発、販売したスーパーマリオサンシャインにはポンプを用いて水を放射するアクションがある。プロデューサーの野上久さは社長が聞くにて関連性を問われるが忘れていたと答えた。加えて次のように述べている。はい。ゼロから遊びの構造を考えて それに適したデザインをしようとしていましたので、既存のキャラクターを借りてこようという考えはあまりなかったんです。野上久志社長が聞くスプラトゥーンプレイヤーキャラクターが完成したことにより、本作の世界観やキャラクター群のコンセプトが定まった。例えば、戦闘中の BGM を本作の世界の若者たちに人気のミュージシャンの代表曲にしてはどうかというアイデアが出た場合、 美術チームがバンドメンバーの設定やアルバムのジャケットをデザインした他音楽チームも本作の世界における様々なバンドの曲というコンセプトで作曲するなど開発チームの面々はアイデアを出し合ったオンラインプレイを主体とする本作はプレイ人口の大きさが重要であるため任天堂はプレイ人口を確保するため様々な挑戦をした試みの一つに 武器やステージといったコンテンツの定期リリースが挙げられる。これは最初から武器やステージをたくさん用意すると遊ばれなくなるものが出てくるため小出しにしてプレイヤーが定期的に新たな体験を得られるようにするためである。もう一つの試みはフェスという期間限定のイベントである。お題に沿って二つのチームに分かれて縄張りバトルをフェスは主に週末や休日に開かれていたことから コミュニティの関心を定期的に盛り上げることに成功した。フェスのお題は SNS 上でも話題になったことから、結果的にコミュニティ以外での知名度の獲得につながった。ありがとうございます。